コーヒー店の日本代表、ネット民のリアルな反応がこちら。板倉半端ないって、あいつ半端ないって、素早い攻守の切り替えですぐに自分たちのボールにするもん、そんなんできひんやん、普通。くそ、堂安がミスした分をしっかり板倉が一人で尻拭いしてるのえぐい。谷口はこの後板倉に土下座しておけよ。板倉がとにかく素晴らしい。技巧派はたまには過小評価されがちだけど単純に強い。ビルドアップ時に開いてウィングバックを押し上げるのも粋。久保と堂安の共存はきついよ。どちらも守備がめっちゃいいと言えないし、ウィングバック伊藤やらせて久保でいいんだよ。中村敬斗、打開力すごいな。こんな個人能力のあるウィングとは。久保のクロスが一番チャンスなのに、なぜか堂安と上田が同じ位置にいるから入る気しない。システム的なきつさはある。やっぱり右利きのウィングバックが欲しい。久保と堂安要所要所うまいけど、ドイツとかならこのビルドじゃ死ぬ。森田の風格すごいな。今なら誰も無免許なんて思わないよ。森田は目立つけど、田中碧が目立たんな。遠藤の代わりを森田がしてるけど、ワオは森田の代わりじゃないからな。上田綾瀬に変えて大迫優也入れよ。南野がモナをしてくれれば2列目の厚みが出るんだけど、もうこの停滞ムードなら4231に戻してもいいんじゃね。中村敬斗は来季4大リーグやな。